YouTube を始めて早5年。毎月、いや毎日レベルで自分の生活をアップデートするためにたくさんのものを買っています。あ、ちなみに今日もこれ衝動買いしちゃいました。マリメッコのブランケット、めっちゃデザイン可愛くないね。これとあとこちらも衝動買いしちゃいました。そんな感じでいつもアップデートを加えてる僕がずっと使ってる愛用品の中でも1万円以下で買えるものを今回ご紹介していきます。どうも、ケイスケです。冒頭で紹介した通りなんですが、本当ね、たくさんのものを僕は、カメラ、ガジェットに関わらず、買ってきておりまして、特に今回ご紹介させていただくのは QOL が上がるっていうのをね、名目で本当いろいろ選ばせていただきました。何個ちょっと選んだかは覚えてない、16個ぐらいかな、10個16個ぐらい、そのぐらいありますので、1万円以下で買えるものをサクッとご紹介させていただき、全部概要欄にリンクを貼っておりますので、気になる方は買ってみてください。早速一つ目いってみましょう。はい、ということで、まずは僕の普段の仕事でよく使っているものからご紹介させてください。仕事でね、よく使うというか、普段は僕は動画編集を主にしていて、でそれで外にカフェに作業に行ったりとか、そういう時によく活用するものをご紹介していきます。まず一つ目、もうこれもね、何回もご紹介してるんですけども、こちらイヤホンです。僕はですね、ファイナルの E2000 というイヤホンを使っています。でイヤホン、僕もですね、いろいろ試してきました。本当に有線から無線から、高いものから安いものからいっぱい試してきたんですけども、本当ね、いっぱいありますよね。いっぱい種類ある中で、僕はね、このファイナルの E2000 以上のイヤホンはこの世にないかなと思うぐらい僕は気に入っています。でなんでかってところなんですけども、もちろんイヤホンって音質だけで言うともう本当いろいろあるんで、それこそ3万5万10万20万と行くにつれて、もちろん音質は上がっていくんですよ。なんですけど、それがね、音楽を楽しむ用のイヤホンであれば全然ね、そういう高いイヤホンもいいなと思うんですけど、僕の場合はやっぱ仕事に使いたい、Zoom の会議とかもそうだし、動画編集に使いたいっていう風になってくると、いかに長時間使えるかっていうのと、いかに視聴者、同じように聞いてくれる視聴者と同じ環境が用意できるのかっていうのが僕の中では重要だと思ってるんですよね。なのでこれ以上価格が上がっていって、本来聞こえない音まで聞こえるから気になってしまうみたいな状況だと逆に良くないなと思っていて、ある程度このね、僕の動画が届くみんなと同じ環境が揃えられて、なおかつちょっと高音質で、なおかつ長時間つけても全然疲れないっていうところがポイントで、僕はこれかなり気に入っています。やっぱたまにね、こう無線のイヤホンとかでちょっとやったりするんですけども、どうしても本当にちょびっとだけラグが出るんですよ。いくらね、 MacBook と AirPods Pro でも本当に少しだけラグが出るので、やっぱそういう面考えて有線のイヤホンの方が編集とかそういうのには向いてるなと思っています。もちろんね、無線は無線のいいところがあるし、有線は有線のいいところがあると思うんですけども、僕は未だに仕事では有線の方が使いやすいなと思っているので、引き続きこれを使っています。本当 2,3 年もっと使ってるかなくらい使ってるお気に入りのイヤホンなので、ぜひ皆さんも使ってみてください。ということで、愛用品まず一つ目はこちら、イヤホン、ファイナルの E2000 というイヤホンでした。はい、お次2つ目はこちら、バッグの上のここについてるアイテムです。あ、ちなみにこのバッグは僕のね、オリジナルのバッグでして、こちら Amazon でも買えます。ちょっとね、これは1万円超えちゃってるんですけども、お気に入りでこれも使っています。の上についてるね、こちらのアイテム、この前ショート動画でもちょっと紹介したんですけども、クリッパっていうアイテムですね。はい、こちらも3000円ぐらいで買えるアイテムになっています。で、これ何かっていうと、バッグハンガーなんですよ。で、バッグハンガーってあんまり馴染みがない人もいると思うんですけども、僕もね、最初馴染みがなくて、で実際買ってみたら、いや、めっちゃ使えるじゃんと思って、本当ね、かなり活用してますこれは。で、どういう時に使うのかって話なんですけども、これはですね、本当にこのね、バッグの上の部分に引っ掛けておいて、でカフェとか、あとは僕はね、よく例え話でラーメン屋さんの話をするんですけども、ラーメン屋さんのさ、床ってぬるぬるやん。で全然バッグ置きたくないでしょね。そういう時にこうやってこう机の端とかにパッと引っ掛けてあげるという風にすると、もうそのまま床につけずにね、置いておけるというアイテムになっています。これで僕はメルボルンでね、よく学校で使ったら、わー、オッケースケすごい、なにこれみたいな、クールじゃんみたいな感じでね、結構話しかけられました。本当人気者になれるアイテム、結構コンパクトで、重さも 50g いかないぐらい、 48g ぐらいなんで、あんまり荷物にもならないし、あとはね、僕はもうずっとここにつけてるだけなので、わざわざ持ってくとか持ってかないとか、そういう話にもならないので、かなり便利です。
結構ねショート動画上げたタイミングでいくつか質問があったのが、机に傷つかないですかっていうコメントあったんですが、ここのね机に設置する部分、ここにねゴムというかシリコンというかちゃんとクッションがついてあるので、傷はつかないです基本的に。であとねもう一個質問があったのが、傘とか引っ掛けられますかっていうコメントもあったんですけども、傘もちゃんとね、紐の部分があれば、はい、こういう感じで紐の部分みたいなのがあれば、まあ、引っ掛けることができるので、まあ、そういうのもご安心をという感じです。もう僕の周りでも結構持ってる人が多くて、ほんとずっと愛用してますってぐらいね、ファンの多いアイテムなのでぜひ使ってみてください。ということで愛用品2つ目はクリッパでした。はい、そして紹介したいアイテム3つ目ですね。3つ目がこちらの CIO のモバイルバッテリーです。もうモバイルバッテリーみんな持ってるんじゃないかなと僕は思ってるんですけども、モバイルバッテリーは僕は CIO っていうメーカーのを使っています。で、AC アダプター、コンセントに挿すタイプのはアンカーのを使ってますね。なんかそれがね、一番僕の中ではしっくりくる、こう、バランスというか、メーカーなんですよね。で、CIO のモバイルバッテリー、本当にクオリティが高くて、このサイズ感で1万ミリアンペアあります。1万ミリアンペアってことは、だいたいですね、スマートフォンを2回は絶対充電できる。まあ、3回はギリいけるかいけないかぐらいですね。そのぐらい容量があって、かつこれはね、ケーブル内蔵です。ケーブル内蔵なので忘れても全然大丈夫っていう感じ。かつこちらにインジケーターがついているので今容量がどのぐらい入ってるかっていうのも分かります。でここまでだったら普通のモバイルバッテリーとそんなにね大きく変わらないんですけども、このモバイルバッテリーのめっちゃいいのが 30W の出力ができるんですよ。このワット数って結構大事で、もちろんある程度のワット数があればスマートフォンは急速充電ができるんですけども、 30W ぐらいあると次はパソコンが充電できるんですよ。15W とか 12W だとパソコンがちょっとね充電できないというか給電状態になっちゃうくらいなんですけども、例えば MacBook Air とかであれば全然充電もできちゃうので、やっぱそういう面でいろんなデバイスに使えるっていう面で僕はねこの出力の高い CIO のモバイルバッテリーめっちゃ活用してます。最近はなんかこれのね新しいモデル、まあ、ケーブルがないタイプのモデルだったかな、モデルだと思うんですけども、そんなに大きく変わったわけじゃないので僕はねこれでもいいかなと思っています。ケーブルのタイプかなりおすすめなのでぜひ使ってみてください。ということで愛用品3つ目がこちらの CIO のモバイルバッテリーでした。で、ちょっとですね僕このケーブルバージョン買ったって言ったんですけども、このケーブルねライトニングケーブルバージョンを買っちゃったんですよね。で僕最近iPhone 15 Pro に変えまして、Pro Max かに変えまして、ライトニングじゃなく USB-C になっちゃったのでこのケーブルが使えないと、つまりケーブルをもう1個買わなきゃいけないっていう話なんですけども、まあ、ちょっとその流れからケーブルを4つ目紹介させてもらいたいんですけども、おすすめ超絶おすすめのケーブルがこちら、はい、アンカーのパワーライン3フローだったかなっていうケーブルです。これもめっちゃ愛用しててもう毎回押してるんですけども、これ以上のケーブルは僕はね今のところ見てないです。結局ねアンカーも毎年毎年なんかアップデートしてたはずなんだけど、結局これがねめちゃくちゃ良くて、それ以来全然アップデートかかってない気がする。でこれね何がいいかっていうと全然絡まないんですよ。本当に全く絡まないケーブル、一回も絡んだことないかもってぐらい全然絡まないケーブルでですね、なおかつ僕これで本当に6本7本ぐらいケーブル持ってるんですけども一個も断線してないですね。ケーブルって本当に断線がつきものだと思うんですけども、全然一個も断線してない。プラス本当ね値段も安くて1000円2000円とかそのぐらいで買えちゃうのでマジでおすすめです。転送速度も十分速いので僕はこれでパソコンとカメラつなげてデータ転送とかもたまにしちゃってますってぐらいおすすめのケーブルなので、本当いろんなケーブル全部これにするのが本当におすすめです。使ってみてください。アンカーのパワーライン3フローでした。これが4つ目。ケイスケの動画。お次愛用してるアイテム5つ目が、こちらの AC アダプター。あ、待って、これ1万円超えちゃうかもギリギリ待って1万4000円ぐらいだ超えちゃいました。なんですけど、まあ、このタイプっていうわけじゃなく、全体的なアンカーの AC アダプターとしてご紹介させてください。アンカーの窒化ガリウム入りの、このね、AC アダプター系のアイテム、めちゃくちゃおすすめです。で、今ね、AC アダプター、要はね、このコンセントに挿すタイプのアダプターって、まあ、さっきの CIO も出てるし、こういうね、アンカーも出てるんですけども、僕はね、ほぼ全部をこのアンカーに揃えてます。やっぱね、こういう電源系っていうのは、ある程度信頼のおけるメーカーがいいなと思って使ってるのもあるんですけども、やっぱねこのアンカーがめちゃくちゃクオリティ高いんですよ。 CIO のこのね AC アダプターってちょっとね熱がかなりこもるんですよね。
少し発熱しすぎて怖いなって思うシーンもあるので、結構そういう面でアンカーを使ってます。アンカーの方がまだ発熱抑えられてるなっていう感じがするので、結構ねこれを使うことが多いですね。で、僕の使ってるのはこちらのね 120W のタイプのものなんですけども、これはちょっとお高めです。普通の標準のデザインのもので12000円ぐらいかな、12000円するんですけども、ライチューモデルだと14000円ぐらいの感じです。で、なんでこれ使ってるかっていうと、僕はね使ってるパソコンが MacBook Pro だったりするので、やっぱこういうMacBook Pro の場合は、なんだろう、100W 以上ないとね、MacBook 充電しながら他のも充電するみたいなことをやるときに、100W 以上ないと、ちょっと充電が足りないかなと思って、これを買ってるんですけども、まあ、大抵の場合はここまでね、電力いらないと思いますので、例えば 100W とか 65W ぐらいの AC アダプターあれば十分かなと思っています。この辺ですね。はい、このあたりであれば全然1万円以下で買えるので、めちゃくちゃおすすめです。まあ、さっきも言った通り、発熱も少ないし、急速充電もできるし、なおかつアンカーってね、ここのポートの数、だいたいですね、USB-C が2個で、USB-A が1個、必ずこの3つぐらいついてるので、これがね、かなりいいと思ってます。100W のやつも3つついてますね。っていう感じで、いろんな幅のデバイスに対応してるっていうのも含めて、僕はめっちゃ推してるので、ぜひ AC アダプター買う際は、アンカーのを買ってみてください。ってことで、愛用品5つ目が、こちらのアンカーの AC アダプターでした。そして今ちらっとそういや見えて紹介しなきゃと思ったんですけども、6つ目こちら、パソコンの裏についてるこちらですね、マジックスタンド、パソコンのスタンドです。これめっちゃ愛用してる。もうこれずっと僕はパソコンを買い替えるために新しく買って、使ってるんですけども、確かにちょっとやや高いんですよ。お値段的には7000円、8000円ぐらいかな、しちゃうんで、ちょっとスタンドとしては高いかなと思ってるんですが、これがあるだけで僕は日々の作業かなり楽になってます。1個はタイピングがしやすいこと。ちょっと傾斜がつくことによって腕とか疲れにくくなるし、タイピングがしやすいっていうメリットがあるんですよね。なのでそこが1個めちゃくちゃいいなっていうポイントなのと、あとはこのマジックスタンド結構ね高さが出るので、少し目線が上がるんですよ。普通パソコンやってるとこういう風に下を向いちゃうんですけど、ちょっと目線が上がることによって肩とか疲れづらくなるんですよね。まあ、あとはもう本当に副次的効果なんですけど、ズーム会議とかやるときに下からね人間見られるよりも高いところから見られた方がちょっとねよく映るじゃないですか。そういうのもあって画面を高くできるこのねマジックスタンド、マジでおすすめです。ちょっとね最初の1週間ぐらいおお高いなって思ったりするんですけども、それ超えると本当もう手放せなくなるので、ぜひこのスタンドを使ってみてください。ということで、おすすめアイテム6つ目がこちらのマジックスタンドでした。はい、次愛用品7つ目はクロスです。こちらエレコムのクロスなんですけども、これね見たらわかるんですけど、めちゃめちゃ起毛してるんですよ。わかる？これがもう本当にいろんなアイテムに使えてめっちゃ綺麗になるんでおすすめです。もうただそれだけなんですけど、これ僕はレンズとかカメラのレンズとかにも使ってるし、もちろんパソコンとかにも使ってるしっていう感じです。このパソコンの画面とかね、特になんですけど、このなんかねアップルのMacBook とかの画面ってアルコールとか使うとなんかね表面のコーティングが剥がれるらしいんですよね。まあもちろんたまにね綺麗にするためにアルコール使ったりもするんですけども、やっぱそうじゃなくできるだけアルコールを使わず、こういうねエレコムのとかって拭いてあげるとめちゃめちゃ綺麗にもなるし、あとねコーティングを剥がさず入れるっていうのも楽ちんなので、ぜひ1個クロスに迷ってる方はこのねエレコムのクロス使ってみてほしいなと思ってます。サイズもねなんか3種類ぐらい展開があって、僕のは S サイズを買ってます。なんでかっていうと、なくしちゃうんですよねすぐなくしちゃうので、S サイズが5枚セットみたいなやつを買っています。で、結局僕なくしまくって1枚になりました。はい。この1枚を大事に使ってます。本当にガジェット系大好きな方は絶対1個あるとめっちゃ便利なんで、メガネ拭きよりも綺麗に撮れるんで、ぜひ使ってみてください。ってことで、おすすめのアイテム8つ目がこちらのエレコムのクロスでした。ケイスケの動画。はい、続いてちょっとだけ場所を変えてご紹介していきます。ここから4つはちょっと僕のね気分を変えるアイテムをご紹介させてください。やっぱね僕が気分を変えるといえば2つなんですけど、よく使うのがコーヒーと、あと香り物ですね。この2つをよく使っています。で、最近手に入れてよかったなと思うアイテムで愛用してるのがこちらですね。マキネッタ、ブルネッティというメーカーのマキネッタです。これ何かっていうと、まあ擬似的なエスプレッソマシンですね。はい、エスプレッソマシン、ここの開けたところ、この部分ですね、コーヒー豆をひいて入れて、でくるくるくると閉めて、下に水溜めといて、でその状態でコンロで火にかけると
いう風にするとここからねエスプレッソが出てくるというアイテムです。まあ冬とかだったらそのままねエスプレッソに飲むっていうのもいいし、お湯で割ってロングブラックにして飲むっていうのもいいし、はたまた夏とかだったらオーツミルクで割ってオーツミルクラテとかにね、まあ、氷入れて飲むのもいいしっていう感じでいろんな飲み方ができるんで、結構ねこれは買ってよかったなと思っています。まあ結構ね仕事してると仕事にいろいろ焦ったりするんですよ。それはねちょっとこう息抜きとして、数分ねこのマキネッタでコーヒー入れる時間っていうのを楽しむと意外とね気分がリセットできるんで、かなりおすすめですね。まああんまりコーヒーチャレンジできてないよっていう人もぜひですね試してほしいなと思います。ということでおすすめアイテム、こちらのマキネッタブルネッティのアイテムでした。ブルネッティだってるよね、あ違うビアレッティだ毎回間違えちゃうでもう一個ぜひねコーヒー飲んでほしいので、コーヒーアイテムもう一個なんですけども、こちらケトルですね。先の口が細いケトル、これもね買ってほしいなと思ってます。これも1万円以下で買える、僕がおすすめするのはヤマゼンの温度を調節できるケトルが、それがね7、8000円ぐらいでね、買えるので、それがめっちゃおすすめです。僕海外にいるのでちょっとね違うのを使っちゃってるんですけども、ヤマゼンのやつめっちゃ安いし温度が調節できてかつ細口だと。そうすると何がいいかっていうと、ドリップするときに、まあ、綺麗にドリップができるよっていうのもそうなんですけども、温度今回は90度にしてみようとか今回は92度にしてみようとか、そういうので楽しめるんですよね。味の変化を楽しめるっていうのもかなりいいので、まあ、これからコーヒー楽しんでみたいよって方はこのケトル1個買ってみてほしいなと思ってます。本当僕はこのねコーヒーにハマり始めてから結構こう気分転換がよくいくようになって、それこそ見てこれめっちゃ家に何種類コーヒーあんねんってぐらい、今ね、11、12、3、4、5、6、7、8、9種類コーヒー豆があります、はい、ってぐらいめっちゃハマってるので、あのぜひコーヒーハマってみてください、はい、ということでおすすめアイテム、9、10個目がケトルでした。で次ですね、香り物11個目は香り香水なんですけども、これマルジェラのレプリカセーリングデイっていう香りなんですけど、これめっちゃいいです。これしかもアマゾンで7000円ぐらいで 100ml のやつ買えます。これ超おすすめ、マジでめっちゃいい香りなの本当にマルジェラっていうとちょっと高いイメージだったんですけども、本当8000円ぐらいで買えちゃうので1個あるとマジでモテます。これ本当冗談じゃなく、あの僕これつけ始めてから、まあ、モテたっていうか、あの普通にねいい香りですねって声かけられることが多くなったっていう話なんですけども、本当に爽やかな香りで、ちょっとね香りが馴染んでくると最初爽やかな清涼感のある香りだったのが少しずつ甘くなってくるんですよ。そういうのも含めてかなりいいなと思ってるので、まあモテたければっていうわけじゃなく、まあ、ちょっとやっぱさ香水とかつけると自分がね強くなった気になれるというか、少し自信がつくというか武装した気分になれるんですよ僕は。なので、結構香水を毎日つけていくことが多いです。ぜひですねマルジェラの香水つけてみてほしい。もう本当にねこのセーリングデイマジでいいから、あの一番有名なのが多分ねレイジーモーニングって香りなんですけども、僕はねこれが好きです。ということで、おすすめのアイテム11個目が香水レプリカのセーリングデイでした。で香り物ということで香水もそうなんですけども、やっぱね今の時代結構家で作業することが多くて家の香りも充実にしたいんですよ。ってことで、僕は家でお香を焚いています。こちら、マホっていうメーカーのお香です。これもね4000円ぐらいで買えるかな、まあ、このマホのお香は僕のね彼女におすすめしてもらったんですけど、これめっちゃ良くて、まあ、香りがいいっていうのもそうなんですけども、持ちがいいんですよ。香りの持ちが30分ぐらい持ってくれるっていうのがめっちゃまずいいのと、あとこれ30分ぐらい入ってさっきのお値段なんでかなりね安いっていうのもいいです。でこれねどうやら聞いたところ、これね僕の今住んでるメルボルンっていうところで作ってるブランドらしくて、でその人がこう日本とかにこうインスピレーションを受けて、だからマホっていう名前、まあ、日本人の女の子みたいな名前にしてるらしいです。でここのねメーカーの本当紅茶のねセットとかもあって、全然関係ないねお香と関係ない紅茶のセットとかもあるんですけども、そういうのもめっちゃ好きで買っています。あのお香とかねなかなか今まで持ってなかったんですけども、1個香りのアイテムがこうやってあると本当気分がねリフレッシュできるので、なかなかやっぱね家にずっといるとリフレッシュできないじゃないですか、ね、気分が乗らない時もこういうお香とかでちょっと気分を変えてみると QOL がめっちゃ上がるので、ぜひ使ってみてください。ということでおすすめのアイテム12個目がこちらのマホのお香でした。ケイスケの動画、はい、ということであと4つご紹介させてください。13個目おすすめのアイテムがポーチです。ガジェットのポーチ、割と小物とかのアイテムをカバンにポンポンと入れちゃう人もいると思うんですけども、ポーチ1個あると本当まとまりが出てめっちゃおすすめです。僕は普段はあの宮永瑛斗くんの作ったポーチも持ち歩いてるんですけども、最近はですねこのね
ネーエっていうドイツのメーカーのポーチを使っています。これ何がいいかっていうと、まずめっちゃ薄いんですよ。これ1個めっちゃ薄くて、なのでかさばらないっていうのが1つと、結構ガバッと開くのと、あとはもう1個外からね中身が見えるんですよね。なのでこのポーチ中何入ってたっけっていう風に見えるっていうのもいいなと思っています。あと金針もかなり多くて、僕はねこのねちょっと青っぽいというかエメラルドっぽい色を使ってるんですけども、それ以外にも、まあ、緑だったり白だったりいろんなカラーがあるので、結構こう自分の好きな色があるっていう人にはおすすめです。しかも安い、めっちゃ安いのよ本当にあのAmazonとかでも買えるんで、ぜひ買ってみてほしいなと思うポーチです。僕800円とかだったかな、1000円しないぐらいで買ったと思うんだけど、はい、くらいのやつです。おすすめ。まあ高級感があるかって言われるとそうではないんですけども、まあそれこそポーチ入門にかなりいいと思いますので、ぜひ買ってみてください。ということで、おすすめの愛用品13個目がこちらのネーのポーチ。そして14個目がですね、僕はいろんな仕分けに使ってるこちら。これはあの堀口平岡が作ってるドリップっていう会社のチップっていう、まあ本来は小銭入れなんですけども、僕は SD カード入れに使っています。はい、僕は3種類持っていて、このね茶色、これ多分アメリカーノかな、アメリカーノっていうカラーだと思うんですけども、こっちに SD カードを入れています。で、グレーのカラー、このカラーにはマイクロ SD を入れていて、この黄色のカラーには僕は CF エクスプレスタイプ A っていうね、早いメモリーカードを入れています。こういう感じで3種類に分けてメモリーカードを入れていて、こうするとね、まあ、本当になくし物が少なくなるので、だいたいこのねメモリーカード類ってどこに入れたか分かんなくなるんですよ。で、 SD カードとかって専用のケースとかね売ってる場合もあるんですけども、大抵あれじゃ足りないんですよ。なんか SD カード2枚とマイクロ SD4 つ入りますみたいな結構あったりするんですけども、 SD カード2枚じゃ足んないと思うし、マイクロ SD4 枚もいらないみたいな、だったらこういう小銭入れを代わりにするのが僕はいいかなと思ってこれを使っています。まあもちろん普通にね小銭入れとして使うのもいいし、はたまた SD カード入れとして使うのもいいし、はたまた他のね用途に使うのもいいと思いますので、ぜひ買ってみてください。3000円ぐらいかな、はい、3000、4000ぐらいだったと思います。こちらドリップのチップっていう小銭入れです。はい、最後2つ一気に紹介します。こちら SD カードと SD カードリーダーです。この2つ、ちょうど1万円以下で買えて、本当僕はねカメラでいろんな仕事をしてたりするので、まあ、カメラだけじゃなくてもこういう SD カードを使うこと多いのかなと思います。で、そういう時にこちらのまず SD カード、これですねプログレードのゴールドっていう SD カードなんですけども、これねマジでいい、これね安いんですよ。これ SD カード 256GB で多分ね 4,5,000 円ぐらいで買えるのかな、だったと思います。こちらのねプログレードのゴールドの SD カード UHS-II っていうのに対応してます。これ何かっていうと、まあ、単純に転送速度が速い規格なんですよね。で、この裏見てくれたらわかるんですけども、ちょっと普通の SD カードよりもここの上の部分が、まあ、長いというか大きいというか、読み取り部分がちょっとね大きくなっています。で、この SD カードだとカメラから SD カードへの書き込みっていうのはまあそこそこではあるんですけども、パソコンに入れる時の転送速度がめっちゃ速いというタイプになってます。なんでデータの整理する時とか、ほんとね UHS-II の SD カードに変えるだけでマジで効率化図れるし、かつですねこの UHS-II で書き込みが速いやつで安いのが、多分これがね一番コスパいいと思うんですよ。まあわかんない、多分ね今まで使った中で、まあ、安定してコスパいいのはこのねプログレードだと思いますので、マジでこれはね僕はいろんな人にお勧めしたいです。で、その PC への読み出しの時に使う SD カードリーダーも大事で、このね SD カードリーダー系がないとちゃんとパフォーマンスが発揮できないんですよ。まあそれこそ SD カードリーダーに UHS-II 対応と書いてるものじゃないとちゃんとねパフォーマンスが発揮できないので、なので SD カードリーダーもぜひ買ってみてください。僕はねこのねプログレードの SD カードリーダーを使っています。これも本当におすすめ。ぜひですね、本当 SD カードと SD カードリーダー、カメラやってる方、やってない方で SD カード使う方は本当ね、こちら使ってみてください。ということで、ラスト愛用してるおすすめアイテム2つがこちらの SD カードと SD カードリーダーでした。ケイスケの動画、はい、ということでいっぱい喋ってきてもう口回んないです。全然回んないぐらいいっぱい愛用品ご紹介してきました。もちろんね、もっと高いものであればもっともっといろんなアイテムあるんですけども、1万円以下で僕のこう作業とかそういうのを支えてくれてるアイテムを中心にご紹介してみました。ぜひ皆さんもこれ持ってるよとか、あとこれもおすすめだよってアイテムあればコメントで教えてくれると嬉しいなと思います。ということで、今回の動画この辺にしたいと思います。今回の動画いいと思ってくれたら高評価ボタン、チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。また僕のやってるコミュニティ屋根裏も絶賛活動中です。
最近はね、ツイッターでこの写真いいですって言われたのでね、編集全部公開したりとか、そういうのも屋根裏限定でしておりますので、ぜひ興味のある方は入ってくれると嬉しいなと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。